はい、こんにちは。前回は倉敷市により美観地区へ寄り道をしました。四国一周の前半が終わりになり、これからは四国の東部を回ります。今回は四国一周の後半一発目ということで、明石海峡大橋からスタートになります。それでは今回は2点説明します。まず1つ目は今回の市町村の紹介として神戸市の紹介をします。2点目が今回のルート説明になります。それではまず1つ目から。兵庫県神戸市は面積は 557.05 平方キロメートル、総人口は 149万5439 人、人口密度は平方キロ当たり2685人となっています。神戸市は兵庫県の県庁所在地であり、日本でも有数の大都市になります。こちらは全国の市町村の人口ランキングになっています。上から20位にある市町村は政令指定都市となっています。指定都市とは地方自治法で人口50万人以上の市と規定されているみたいですが、現在約人口70万人以上の20の都市が政令による指定を受けています。指定都市になると主に大きく2点違い、1つは都道府県が行っている事務のうち一部を市でも担っていること、もう1つは地域を複数の行政区に分けて区役所を設置していることが特徴になるみたいです。それでは今回は政令指定都市ということで、規模が大きいため区別に説明したいと思います。ということでスタート地点にある垂水区について紹介します。現在神戸市は9つの区からなっており、垂水区、須磨区、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区、北区、西区があるみたいです。神戸市街地の悪夢といえば1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災です。垂水区は不幸中の幸いにも他の海岸にある区に比べ被害が少なく、避難地として利用されてたこともあり、現在神戸市全人口の約 15% を占めているみたいです。それでは次に明石海峡大橋について説明をしたいと思います。垂水区には明石海峡大橋の起点があります。阪神淡路大震災の時はメインケーブルの仮設作業中だったみたいですが、点検を行った結果、橋自体に深刻な構造上の損傷は見当たらなかったみたいです。そのおかげでついに明石海峡大橋は1988年5月に現地工事に着手し、およそ10年の歳月をかけて1998年4月に完成をしました。建設費は約5000億円で、全長約3911メートル、主幹長1991メートル、世界最長の吊り橋です。と言いたいところですが、調べてみるとびっくり。あれ、ここ最近抜かれたみたいですね。全く知らなかったです。どうやら2022年トルコにチャナッカレ海峡大橋という世界最長の吊り橋ができたみたいです。全長3563メートル、主幹長2023メートルらしいです。全長では抜いてみますが、橋の長さは主幹長で表すのが標準らしいです。そのことについての話は過去の社長協の動画で散々説明をしました。同じことを説明するのはさすがに飽きるので今回はもうしません。これで以上になります。それでは2点目、今回のルート説明に入りたいと思います。前回で四国の西部を回り終えたので、今回から明石海峡大橋を渡り四国の東部へ向かいます。実際は一時自宅に戻りまた向かいましたが、大きな忘れ物をしてしまい、垂水区から自宅へまた電車へ向かいまた戻るなど、いろんなトラブルがありました。結局丸一日垂水区にいる羽目になり、いろんな散策した裏話もありますが、諸事情によりそれらは全て省略させてもらいます。それではいろいろありましたが、今回からはいよいよ四国一周の後半スタートになります。実は私自身ずっと大阪にいて関西以外移住したことがありません。それなのにまさかの淡路島に一度も行ったことがありません。ということでこのまま四国へ向かうのはあまりにももったいないということで、ついでになるのでこれを機に淡路島を回りたいと思います。どうやら行く前に下調べをすると、淡路島の最初のサービスエリアを行った後、そのまま最初のインターチェンジを降りることができるみたいです。初めてで間違えると大変なことになりそうなので、ここはゆっくり慎重に進みながら向かいたいと思います。
以上が今回のルート説明になりました。それではご覧ください。Thank you.